皆さんおはようございます。急遽 MC を担当にすることになりました、一光小沢です。セミナムの大沢です。よろしくお願いいたします。どうぞ。今回はジャズをしていただきます。ショッピング自体から投票数を考えたら更新という動きが入ってみよう。普通に俺は小トーパー。一人目のエントリーはワンワンジャパンのセクシーボーイジョン・ヨンフクです。女装とかしたことありますか？普通に趣味でします。二人目は姫と言ったらこの方でしょう。姫と言ったらこの方でしょう。川西たくみくんです。3人目の練習生はベイビーフェイスの中にもセクシーさを持つ北川玲斗くんです。顔真っ赤だけど顔真っ赤だけど福地翔くんです。白岩瑠姫くんです。鶴房翔くんです。あなたばっかりです。女装願望はありますか？ありますあります。みんなあるんだよな。この人たちはメイク全然できないけど出ました。なんで言ったか、はい、頑張りましょう。でも任せます。ピコはタクミ君をトップに連れて行きます。なんかみんな、トップへ連れて行ってくだ。2人に手伝ってもらって1位取ります。頑張りましょう。はい、頑張ろう。美女に変えたいと思います。一番メイク上手いからこの人。僕好みの最高に可愛い女の子に圧倒的1位を目指します。ソヤはメイクめっちゃ上手くてしてもらってて、スカイは髪の毛5回以上してもらってるんで、やっぱり信頼してます。問題はやったことないっす。見えないです。見えない。見えないです。多分一番男最初から見えないのに、この2人が出てくる時点でもう見えないです。絶対勝ちます。あ、痛いもん。顔だけ当たらないように。あ、これ痛いよ。一体この絵もらっていいですか？絵もらうとかない。絵もらうとかない。行きましょう。めっちゃ白いでお願いします。オッケー。いい感じいい感じ。いいじゃん。練習の時よりも真剣な顔してるんですけど、怖いじゃん、一人メイクとか。マッサージからわからん。顔は女性です、ほんまに。いや、でもマジで変わってきてる、これ。レン君、あはあかんやん。あはあかんやん、もう。あって言ったらもう終わりやん。なんか変やん、ほら。これは見て、後ろ。僕好きです。おる似合ってるわ。マジですか？マジですか？鏡見てみて。嬉しい。全然やないかい。びっくりするわ、ほんま。ハロウィンパーティーようこそ。大丈夫ですか、これ？ニキビがあるから。あれあー、分かった。うわ、全然変わってんだ。この人がやるの嫌です。俺ほら、目ん玉に入れるもん、これ。大丈夫です、ほんまにできます。目ん玉入れて、バーン挟むもん、これ絶対、まぶた。ほらやる、お前絶対やるやん。嫌だ、俺一人で。ちょっと待って。ここは知ってます。いいですか？これ、これじゃない。おー、できた。ちょっとキラキラを、こう、美容すぎらい。キラキラしてください。すいません、やらせていただきます。意味のあることしなさい。はい。あー、いいわね。今年の流行りはね、バイオレットレッドなんですよ。あ、そうだね。美人じゃない。誰を見るの？めっちゃいい。
おお、すげえ。準備力下がりすぎじゃないですか。じゃないと顔がね、今きつい。おお、ほら、柔らかくなってるでしょ。ああ、確かに。アイラインとかないね。これか。これ、もうミスったら終わりね。ちょっと薄めにやってこ。怖いから。怖。え、アイラインっている？そもそも日本美人。え、ほんとちょびっと。もう濃くなくていいと思う。ああ、怖いね。やりましょうか。もういいじゃん。可愛いギャルっていうのはクールな、なんかちょっとエスっ気の強そうなタイプのこの顔は。こいつ自体をドライヤーで温めてからパッと話すと上がるんですけど。あ、でも上がった。上がった上がった。お前さ、あ、でもあーやったやったやった。サマンなもんお前。マジで？マジで？裸？え、だからこれで裸やったらマジ気分いい。これがあるから大丈夫。じゃあ一回これで着させて。一回一回。絶対これ絶対これでいきましょう。一旦これでいきましょう。おこれやべえ。めっちゃ女の子ですね。どこへ？お前これいい、ほら、どうそれ髪の毛どういう感じでしょう。ちょっと一回これ耳にかけてみたりしてもいいですか。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。うわっ、守る、守らせー、ほんとに石原さとみですか。あれ、ちょっともう一人 MC いたんですけど見当たらないですね。一個小沢さん見たいですよね、皆さん。イエーイ、せーの、一個小沢。コスありがとうございます。あ、私超えれるのかしら、みんな。大丈夫。エントリーナンバー1番、銀座を歩くニューマダム、いちごちゃんです。どうですか。あの状態の読んだら、いける。おエントリーナンバー2番は、あなたの織姫になりたい、ひこちゃんです。お、どうぞ。3番は、お手玉と煮物に自信あり、角っこまちこちゃんです。シュータ君、今どうでした？めっちゃはしゃいでましたけど。やばい、マチコやばいっす。
最高神マチコ呼び。続いての登場は数々な男を虜にしてきたダークマターちゃんです。ダークマショックを選んだっぽいんですけど、まさかあんなになると思わなかったです。エントリーナンバー5番は12時過ぎても帰りたくない白岩ねるさんです。宮里くんどうでした？タイプです。ストーリーナンバー6番は渋谷の女帝塩ちゃみです。おストーリーナンバー7番イーアーサンストモファンです。ナンバー2番のひこちゃんがいいと思った人。エントリーナンバー7番のともファンが良かったと思う人。今回姫ビジュアルセンターは安藤智明くんです。おめでとうございます。感想お願いします。